私はそんなにやわではありませんよ。戦場では何日も眠らないなんてこともありますし。大丈夫ですよ。実は上杉と近いうちに一戦交えるかもしれません。カイとエチゴはこれまでにも小競り合いを繰り返していました。ですが、こたびはまさに決戦になるかと。ま、勝ちますけどね。ですから、姫は安心してカイを頼ってくださっていいと思いますよ。むしろ、戦の前に進めておくべき話です。一両日中には、お館様と正式な取り交わしができるよう手配してあります。ええ。そうすれば、戦火が近づく前に、姫を宮薙へお返しもできますし。すまん、遅くなった。いらっしゃいませ。佐々木殿の部屋は姫の隣に用意してあります。では私は出てきますが、ごゆっくり。高坂さんが同盟の段取りをつけてくれるらしいと雪村さんから聞いた。武田を頼ると決めたと思っていいんだな。なんだ、浮かない顔して。信玄さんを狙っていた患者も捕らえられたそうだし、君の目的どうした。いや、よかったじゃない。なんだ、まあいい。今日のお昼頃席を設けました。もう内々には話が通っていますから、お館様とあなたが顔を押せば終わりです。同行しますよ。と言いますか、それでお迎えに上がったのです。いえ、これからすぐ行くわけではありませんよ。必要な時以外に顔を出しては迷惑だったでしょうか。寄りたい場所があるんです。私、これです。お帰りなさい姫。口の中が切れただけなんで大丈夫です。かなり痛いですけどね。ま、仕方ありません。お館様から？次の戦ですか。もうすぐですね。さあ、そこはなんとも。ま、次の戦は
余計に頑張らないといけませんね。手柄にこだわるのは好きじゃないんですけど。いいんですよ、手柄を取ること自体はやればできることですから。多分ですけどね。必要なら取ってきますよ。まずは親方様のお怒りを解かないことにはお話にもならないので。姫と言いますか、ちょっと間違えていました。まずは親方様のお怒りを解くではなく、まずは姫にお話ししなきゃいけなかったんです。この香り、親方様に初めて会った時これをつけていて褒めていただいたのです。私は親方様を尊敬しています。今の私があるのもひとえに親方様のおかげ。私は元は豪士の家の出でした。まあはっきり言えばさほど家柄が良いとは申せません。そんな私を親方様が見出して故障に引き立ててくださったんです。目だけではありません。親方様は少年の頃から聡明で美しく、初めてお会いした時には衝撃を受けました。武田家に生まれたとはいえ、自分と大して年の変わらない少年がこんな強い目をしているのかってね。それで決心したんですよ、親方様に一生ついていこうって。この匂い袋をこうして手に取ってみるたび、親方様への忠義がさらに強まっていたんです。ですが今この匂い袋を見るたびに思い浮かぶのは、同じ香りをまとっている方のことなんです。上杉との戦が近づいています。そんな大事な時だっていうのに、高坂の心は乱れっぱなしです。こんな状態で戦になんて出られません。ですから高坂を助けてくれませんか。では、すみません、突然こんな大それたことを言い出して。姫でないとダメなんです。姫、戦が終われば姫のことを親方様にお話しします。姫のお父上にも
高坂が話して説得します。私はあなたに会に残ってほしい。ここでずっと一緒に暮らしてほしい。それともすぐ宮凪に帰りたいですか。強いですね。頼もしいですね。頑張りすぎちゃダメですよ。高坂が支えてあげられる隙も。疲れていませんか、姫。元気に出陣できるように来たんですよ。違いますよ。高坂を元気にしてくれるのは姫の笑顔に決まってるじゃないですか。嘘嘘。ほら、その元気のない顔。ずーっとそんな顔してるんですよ、姫は。高坂さんですよね。ほら、分かったでしょ。けど今日屋敷を出てからつい今まで姫はとっても楽しそうないい顔になっていました。だから高坂も元気になれるんですよ。どこってほどのこともないんですけどね。あ、そろそろ到着ですよ。綺麗でしょ。砂金か。いえ、残念ながら金ではありませんでした。そうかと思って以前調べたんですけどね。姫ならそう言ってくれると思ってました。私もね、これはこれで良かった気もするんです。これがもし砂金だったら、今頃ここは人でごった返して川も泥だらけになっていますからね。姫の顔が輝いていますね。見れば見るほど姫は綺麗で可愛いですね。私たちいい夫婦になれそうですね。だってお互いがこんなに大好きなんですから。この程度で恥ずかしがられると困るんです。実はお願いしなきゃいけないことがあるので。不祥高坂、姫のことが可愛くて可愛くて仕方ないんですよ。そこでもし許されるなら。って
呼んじゃいけませんか。いや、じゃありませんか。本当ですか。いいですね。高坂は考えるんですけどね。どうしました？口癖？ああ、そのことですか。私の出自のことはお話ししましたよね。私の家は藩主藩王で、名字は春日と言いました。高坂というのは甲斐の名家なんですが、血筋が絶えておられて、潰すのも惜しいからってことで親方様が私に継がせてくださったんです。その時に親方様が悔やまれましたね。もちろんけど、親方様は私に謝られたのです。俺はお前の生まれ持った名を取り上げてしまったんだなと。それからです、私がしょっちゅう高坂なと口にするようになったのは、伝えてあげたかったんですよ、親方様に。私はこの名前大好きですよ。ま、今じゃただの口癖同然になっちゃいましたけどね。心配いりませんよ。あなたと同じこの香りに包まれていれば、いつもあなたに包まれているようなものです。それだけで大阪はとんでもなく強くなれる気がするんですよ。あなたもですか。きっと私たちはこの甲でつながっているんですね。出陣したら毎日匂い袋に話しかけることにします。では、行ってきますね。ま、まあそんなにし、それにこう。どちらも量な、まあ、そうだ。姫、迎えに来てくれたんですか。ありがとう。やはりいいですね。やだな、あなたにお帰りを言ってもらえることに決まってるじゃないですか。もっとよく顔を見せてください。久しぶりなんですから、たっぷり堪能したいんです。それはもちろんですけどね、今見たいんですよ、今。あ、やっぱり可愛いですね。さっきまでの私、あなたが足りてない感じで倒れそうだったんですよ。本当ですって。だからいっぱい補充させてください。まあ、ありていに言って、今回の戦は引き分けですね。兵を無駄に死なせる気になれなかったんでしょう。
親方様は人を大事になさいますから。上杉は向こうも引きたいと思っていたんじゃないですかね。案外あっさり終わりましたよ。いつもならかなりしつこい人たちなんですけどね。それでこれでも高坂、やるときはやる男なんですよ。はい、あなたのために頑張ってきましたよ。激戦だったもので、途中で親方様の本陣まで敵がなだれ込んできましてね。ええ、そこで親方様の機難を高坂が獅子奮陣の大活躍でお救いしたと自分では思っています。自分で、いえ、ちゃんと親方様に褒めていただきましたよ。ありがとう。これであなたとの祝言に一歩前進ですよ。親方様、高坂のことを忘れちゃったんじゃないでしょうね。ではまさか体調が悪くて寝込んでおられるとか。昨日ピンピンして馬を飛ばしているところを見かけたぞ。一体どうしたって言うんでしょう。手柄を立てて戻れば許すとのお話だったのに。戦が終わってもう10日にもなるんですよ。このままでは私は親方様のお顔を近くで見ることも叶いません。それはそうなん、呼んでいただけないならこちらから押しかけます。そんなことを止めないでください。というか姫のためなら高坂は止まれないんです。いいわけな、止めなくて正解じゃないか。今の高坂さんを止めようもんなら多分大乱闘だぞ。冗談じゃない。俺はごめんだぞ。高坂。全然お呼びがかかりませんから。高坂は、高坂は。うん、親方様。いらんと言えばいらん。おい、しっかりしろ。いや、実は呼ばなかったのではなく、呼べなかったのだ。と、おっしゃ。お前を宮柳へ婿にやろうと思い、使者などを送っていたのだが、まだ返答が来ない。ぬか喜びをさせては悪いから、事の次第がはっきりしてから呼ぼうと思っていたのだ。親方様！止まれ、バカ者、近すぎるわ。
社かに喋らせてください。なんだ親方様、仰せの通り今の高坂にとって姫ですが。何？私が愛しているのは姫ですか？バカ者、俺は別に高坂などおらずとも構わん。それでも高坂の主は親方様です。決してお邪魔はしませんから、隅っこにでも置いてやってください。まあそこまで言うなら置いてやろう。いないとそれなりに不便だからな。ただし死ぬまでこき使ってやるからそう思え。つまりは意志。親方様、近い。姫よ、そなたには貝へ嫁に来てもらうことになるが、それでもよいか。姫、私と一緒に貝で暮らしていただけますか？お願いします。お前は俺の目の前で何をやっとるか。お前は、そうか、俺はむしろ暑苦しいと思うがな。姫は寛大な性格と見える。まああんな残念な男だが、見かけだけはいいか。そこは取り柄としてやってくれ。ちょうか、あれはそんな可愛らしいやつじゃないぞ。そうだ、知っているか、クジャクという鳥はな、竜を食らうそうだぞ。あれはそういう男だ。姫の父君がなかなかはっきりとした返答をくれぬ。やはり大事な姫を私などに嫁がせるつもりはないのでしょうね。家督のことを気にしておられるのだろうが、お前と姫との間に生まれた息子を一人選んで宮薙を継がせればいいと思う。それで打診しているのだが、あまり色よい返事をもらえない。やはり私のような身分の低い出自の者では納得されないのでしょう。おい、ちょっと。君の父上から密使が来た。君の父上はそのために無理やり、宮薙は小国ではあるが、俺には君を密かに連れて脱出するように。どうする？私にいい考えがありますよ。割と最初から。いいんですよ、私も自分がどれだけ無茶をしようとして。はい、それは私が宮薙の国へ行き、ちゃんとご挨拶をしてくるのです。着いた途端討ち取られるかもしれないぞ。
この高坂、そうやすやすとは首を渡しません。準備をすれば可能です。どんなことも叱るべき計画を練り、私は大事なことに気づきました。私はあなたからまだ私の妻になってくださるという返事をいただいていないのです。わざとはっきり答えないようにしていたでしょ。どうか私を選んでください。私を愛してください。あなたの背負う運命は全て私も背負いますから。私とここでずっと一緒に暮らしてください。私だって忘れません。あなたが私のものに。正式な祝言の儀式はまだ先になるかもしれませんが、高坂にとっては今日が本当の祝言です。愛していますよ。あなたの心と体に私を焼き付けましたからね。それじゃ焼き付けられるまで何度だって。実は高坂です。明日から絶対に幸せになりましょうね。絹に紅、翡翠に銀細工、おいしいものだって何でもござれです。今日親方様のところへご挨拶にいらした方々の領地からのお土産です。親方様が結婚祝いとして私に全部くださいました。港との商路を確保しておられる方もおりますから、山国では手に入りにくい真珠や海の幸なんかも。いえいえ、高坂ももっと何かあなたに送りたいです。そうだ、つまべになんてどうです。あなたの綺麗な手に似合いそうですよ。あ、どうせなら屋敷も作り直しちゃいましょうか。ここはあなたの家になるんですから。ああ、高坂一生の不覚です。もっと早くに手をつけておくんでした。あなたは本当に私を喜ばせるのが上手ですね。私もあなたを喜ばせたいのです。どうか一つでいいですから私におねだりをしてください。ああ、撫でるとか抱きしめるとかはダメですよ。こういうのはむしろ高坂からあなたへのおねだりなんですから。どうです、良い子でしょ。最高の名木を使っちゃいました。さあどうでしょう。惹かれたのはあなたの香りのようですね。私のあなたの目をそんなに奪うなんて。今は高坂だけを見ていてください。私がち
蝶になっちゃいましたね。甘い蜜を吸わせていただきましたからね。大好きな今いいですか？ちょっとこっちへ来て座ってもらえませんか？あー、やっぱりいいですね。はい、実は絵師を呼んであなたを描かせたいなーなんて思いまして。ねえ、ほらこの間輝く川面に映ったあなたを見て思ったんです。金粉を散らした美しい絵に可愛いあなたを閉じ込めちゃいたいって。いいじゃないですか。どうしてもですか？私、そうですね、それは良い考えです。一緒に描いていただきましょう。相変わらず。え？残念って何がですか？高坂さん、自分の主と妻を深く愛していて何が残念なのでしょう。私にはさっぱりわかりません。そういえば佐々木殿はいつまで会にいるんですか？当面。じゃああなたに和解の仲介役を務めてもらって。断る。どうして即答？俺は中立。ま、が。慰めてください。高坂は傷つきました。真田殿、こちらがその商人の方ですか？ええ、この竹屋さんには会に仕官する以前世話になったことがあります。あなたは各地を旅しておられたのでしたね。この者は京の都に大店を構えて各地の品を取り扱っています。今回は仕入れのために会を訪れたのですが、竹田家としてもこの機会に見知っておいてはいかがかと。何かとお役に立つと思いますよ。何とぞどうか今後ともよろし。なるほど、それは当家にとっても悪い話ではありませんね。そういうわけで高坂殿に何かしらお買い上げいただきたく、家中でのお立場的に高坂殿にひいきしていただくのが手っ取り早いかと思います。承知しました。おや、どうされました？顔が近いです。今の場合真田殿が先に近づかれたのですよ。この距離でそのまま振り向かれるとは思っていませんでした。私には親方様ほど高坂殿のお顔に耐性がなく。言葉の端に小さなトゲは感じますが、親方様が秀でておられることには同意です。秀でておられるというより人一倍我慢強くていらっしゃるのではないかと。言い間違えました。小さなトゲではなく大きなトゲでした。トゲなんて気のせいですよ。とにかくそういうわけですからよろしくお願いしますね。え、私の方もちょうどよかったです。よかったとは？ちょうど妻に何か贈りたいと思っていたところなのです。なるほど、変わられましたね高坂殿は。はい、以前なら贈り物のお相手は親方様だったでしょうに。そうだ、親方様にもお送りしましょう。親方様にも？つまり親方様がついでですか？いえ、この高坂正信、親方様への忠義には一片の曇りとて。その旨こたびの贈り物にて証明してみせましょう。姫、もとい妻への愛とともに。妻とか愛とかいちいち口にしなくていいの。真田殿。いえ何も、高坂殿の空耳でしょう。ところで竹屋でしたか、あなたはいつまで買いに？まだ仕入れが。そうですか。
姫、ただいま戻りました。早くあなたのお顔を見せてください。もっと近くからじゃないと見た気がしません。今日も私の姫は可愛いですね。もちろん明日も明後日もですけど。おばあちゃんでも姫なら絶対可愛いですよ。それはさておき、例えばの話ですが、今ここに大きなつづらがあったとします。その中に姫が一番欲しいものが入ってるとしたら、その中身は何ですか？もったいなくも可愛いことを言ってくださいますね、姫は。なあ、気にしないでください。答えのない謎かけのようなものですから。無理だ。は？無理と申されますと？欲しいものはいくらもあるが、つづらごときの中には入らん。親方様は何をお望みなのです？一番は良い港だ。三国の漁師としては喉から手が出るほど欲しい。港ですか。一番ということは二番が終わりなのですよね。新しい金山か銀山だな。銅山でもいい。どうでもいいな。あと一歩後ろに下がる。顔が近すぎて鬱陶しい。握り拳三つ分は余裕で離れてますのに。お前の遠近の基準はどうなってる？それよりつづらに入りそうなもので他に何かありませんか？押し込めば入りそうなものが一つだけ。な、本当ですか？鬱陶しくない側近だ。ではこちらとこちらの品を。ありがとうございます。いえ、良い買い物をさせてもらいました。これからも吉間に。いらっしゃいます。姫に差し上げたいものがありまして。ささ、ちょっと。そのまま目をつぶって。はい、そのままじっとしていてくださいね。あ、すみません。私はどうすれば。かわいい。さあ、ちょっとこの手鏡で見てみてください。ええ、今日で流行りの色だそうです。ま、あ、お待ちを。それならば私が。すみません。でも姫のおっしゃった通りになりましたよ。ほら、あの足音は、それはもうもちろん姫のもですよ。ああ、それならおそらく。高坂、これはどういう。私からの贈り物です。一目見た瞬間から親方様にぴったりだと思いまして。さすがは姫、よくお分かりです。今日で大流行りの歌舞伎、あるいはバサラと呼ばれる衣装らしいですよ。すごくない？お前は俺を何の見せ物にしたいのだ。こっぱずかしいにも程があるわ。恥ずかしくなんて。貝の虎の名にふさわしい親方様こそ虎の中の虎。その思いを込めて、お親方様以外この着物を誰が着こなせましょう。いえ、着こなせるはずもありません。天上天下。いいえ、親方様ならば高坂の目に狂いはございませんね。ならば見てみよう。近いわバカ。大丈夫ですよ姫、私は幸せですか。